モントリオール銀行本社ビルのファーストカナディアンプレイスモントリオールのプラスダルムにある支店モントリオール銀行 TSX、BMO、NYSE、BMO はトロントに本社機能を置くカナダ5大銀行の一つである。カナダ銀行業界第4位の規模を持つ。1817年11月3日、モントリオールで設立されたカナダで最も古い。 銀行であり、カナダ銀行が設立される1935年までは中央銀行としての役割を果たしていた。BMO フィナンシャルグループの企業ブランドのもと、カナダ国内では BMO モントリオール銀行として業務、運営している。アメリカではシカゴ周辺を中心にハリス銀行の名で銀行業務を運営している。モントリオール銀行は 国際的な主力銀行の一つで、カナダ国内と世界に1100以上の支店を持つ。1977年に本社機能をトロントへ移転したが、モントリオール本社も残された。1984年、アメリカ市場へ本格的に拡大進出し、シカゴのハリス銀行を買収した。1998年、カナダロイヤル銀行との合併案が出された。これは、 カナダ連邦政府の承認を得ることができず、成立には至らなかった。しかし、2000年12月、クレジットカードとデビットカードのデータ処理サービスを共有することに成功した。ありがとうございます。